藤丸です。アメリカの大統領選挙を受けてビットコインが最高値更新するんじゃないかって話とか、直近のね、金融市場の動きについて話してチャートを見ていきたいと思います。このチャンネルでは投資について毎日配信してますので、資産を増やしたい方は今のうちにチャンネル登録お願いします。はい。まずですね、アメリカ大統領選挙についてはですね、まあトランプが今優勢な状態で、まあポリマーケットでは発表されているんですけども、ETC グループっていうデジタル資産の運用企業が、大統領選挙が仮想通貨市場に与える影響についてレポートを発表しましたと。はい。アメリカの選挙サイクルはちなみに4年ごとに訪れるビットコインの半減期にまあちょうど一致してるんですよね。たまたまなんですけどね。2024年とか2020年とかありましたけど、っていうタイミングにもなるんですけど、まあ毎年結構ね、そのアメリカ大統領選挙のタイミングでビットコインも上がってるし、株価とかも全体的にアメリカの株上がってるっていうのがあるんですね。やっぱりこれどっちが勝つかみたいなところがあって、まあ、こっちが勝ったら株上がるよねみたいな期待感があって、まあ、そっちが優勢になると株上がってくるみたいな動きがあるんでね。まあ、やっぱアメリカ大統領選挙ってね、金融市場に与える影響大きいんですよね。で、予想としてはですね、トランプが勝った場合 10.7% プラスになるって予想です。一方ハリスが勝った場合は、ビットコイン価格ですよ。ビットコイン価格、ハリスが勝った場合は 10.5% マイナスになるということで予想されておりました。はい。で、ちなみに今$68,000ぐらいですので、10.7% ぐらい上げると、$75,000ぐらいになってしまいますので、まあ、市場された金は更新するっていうことなんですね。で、ハリスが勝った場合 10.5% マイナスってことは$61,000ぐらいまで落ちてしまうっていう、まあ、ことになってます。まあ、今の価格から単純計算したらね。だからまあ大体、まあトランプが勝った場合はまあそのタイミングぐらいにビットコインが使用されたかね、更新してる可能性もあるよねってことですね。はい。まあ面白い予想だと思います。はい。ちなみに11月5日が、大統領選挙の本番になっております。もう意外ともうね、2週間ぐらいしかありません。で、あとアメリカの有権者の 16% が仮想通貨政策が投票行動に影響しているということですね。まあアメリカ人のね、4人に1人ぐらいが仮想通貨持ってて、特にその20代から30代ぐらいの若い層っていうのはですね、仮想通貨4割以上確か持ってるんですよね。だから若い層を中心に結構そのトランプとの政策、とハリスの仮想通貨の政策どんなのかなみたいなことが判断されて、まあできればトランプの方が自分の資産増えるよねってことで投票しやすいってことがまあ出るみたいですね。はい。アジアの富裕層向けの資産運用機関によると、アジア人の7割以上アジア人の富裕層の7割ぐらいが仮想通貨に投資してるってことでした。香港、シンガポール、日本をはじめとするアジアのファミリーオフィスや富裕層の 76% がすでに仮想通貨に投資していると。で、2022年に報告された 58% から、まあ、2年間で 76% までやっぱり増えていますよということですね。うん。全体、その国民全体で言うと、多分アメリカ合衆国が一番その仮想通貨やってる人率が高いんですよ。その4人に1人とかあるんですけど、富裕層とかに限定すると結構アジア人の方が欧米の人より、まあ、やってる率高いっていうのはありますよね。まあ、中心がシンガポールとか香港とかね、まあ、かつてはまあ10年ぐらい前は日本だったんですけど、まあ、そういう、あとドバイとかね、まあ、そういうふうにアジアの方に移ってきてるので、まあ、やっぱ多いです。まあ、特にその中華系の民族の人たちですね、あの仮想通貨やってる率本当に高いですよね。はい。で、直近のマーケットはね、昨日は、ちょっとこう、コマみたいな形でビットコイン締め切られたんですよね。まあ、ちょっとこう、揉み合ってる状態ですね。で、陰線だったんですけど、昨日何があったかっていうと、ハリス氏が FOX に出演したけど、まあ、振るわず、予想市場でトランプ氏のリード量は23ポイントになりましたと。まあ、結構ハリスとトランプの人気の差が離れてきたっていう感じですよね。あとイスラエルがハマスの指導者を殺害したってことがあって、また中東情勢がちょっとこう危機感がある状態になって、まあ、リスクオフに一瞬なりましたと。
でそんな中、やっぱりその代替手段、代替資産って言われてるね、ゴールドの価格が史上最高値更新しましたと。ただビットコインはどっちかっていうとリスク資産と見られているので、上げきれませんでしたってことですね。ただ2月から3月水準に戻ってきた現物の ETF のフローが第2弾がサポートかってなあります。これはちょっと意味わかりますかね。あのビットコイン現物 ETF の、純流入が結構今多くなっているっていうのがありますので、まあ、その辺もねビットコインが高値圏で推移できている理由にもなっているということですね。はい、今日はそんなところなんですけど、ビットコインが今ね6万8000ドルぐらいですね。さっき言った通りビットコインが、4日ぶりに陰線になったんですけど、一旦昨日ね6万6666ドルまで下がったんですが、まあ、多少買われて、まあ、コマの形で終わりました。まあ下がったっていう感じではないですよね。今日だってむしろ逆に高値更新してるしね。6万8300ドルぐらい、いや6万8300ドルぐらいまではいってますので、逆に反発している状態なんですけど、まあ底堅いですよね。やっぱさっき言ったみたいに現物 ETF の資金流入が結構あるので、なかなか落ちそうと落ちないっていうのもありますね。この紫色の平行チャンネルね、3月から続いてるんですけども、なんかその金融市場とか仮想通貨にとってさらにいいニュース流れたりとか、まあ、やっぱりトランプがあの勝利するのほぼ確だよねってね、ほぼトラって言われる現象が、まあ、結構また言われるようになってきたら、なんかもうボンって一気にねもう7万ドルぐらいまで上がって、この平行チャンネル抜きましたって、この3月から続く調整終わりましたみたいな雰囲気になって、ショートのロスカット巻き込んで一気に上がっていくみたいな展開とかも、まあ、考えられるかなと思いますね。はい、ただわかんないです。その中東問題がまた悪化して急に下がってくるとかもあるのでね、まあ、ファンダ次第かなってところですね。まあ、とりあえずこの平行チャンネルは、まあ、かなり見られてるはずなんで、6万9000ドル付近のところは、まあ、かなりその売り買いが、ね、錯綜しやすい場所にはなるかなと思いますので、今自信満々にロングするとかはちょっとやめた方がいいと思いますが、まあ、上にもし抜け切ったらですね、押し目でロングしていく、ね、あの順張りしていくっていうのはまあいいかもしれませんね。はい、ちなみに日足の RSI は67になってますので、まだ買われすぎ水準ではないですね。もうちょっと続伸してもいいかなっていう感じはします。はい、でアルトについては、まあ、あんまり大きな動きがないんですが、動きがあったやつだけちょっと紹介しようかな。トランプの、マガはやっぱり続伸してまして 5.3 ドルですね。はい、大底がねだいぶ安いですよ。 1.7 ドルなので、まあ、3倍ぐらいにはなりましたと。やっぱトランプの支持率が上がってくるにつれて、このポリティファイと言われるね、ミームコインもやっぱり価格がちょっと変わってきてます。ちなみにこれビットゲットとかバイビットにはありません。メクシーっていう取引所にありますので、気になる人は概要欄のリンクからメクシーの口座登録してください。あとはですね、まあ、ビリーっていうね、ミームコインが今日 21% 上げてるんですけど、まあ、大底の中で多少跳ねてるって感じなので、まあ、強い勢いがあるって感じではないですよね。はい。あと気になってる人が多いスイとかも、まあ、高値圏で揉み合い中っていうことなので、まあ、やっぱりビットコイン次第なのかなと思いますけどね。まあ、まあ、今 2.04 ドルなんですけど、はい、まあ、とりあえずこの今引いてる赤いトレンドライン割らなければまだちょっと本格的な調整が来たとは言えないんですけど、まあ、どっちかっていうとでもやっぱ調整はしやすいところにはいるかなと思うんですよね。あの RSI が日足でダイバージェンス起こしてるし、わかりますかね、価格は右肩上がりなんだけど、RSI は右肩下がりになっているってことですね。でダイバージェンスなんで、まあそろそろね、大きな調整来てもおかしくないよね。例えばまあ1ドルぐらいまでね、あの半値ですよ。ぐらいまで落ちてもおかしくないよねっていう状態にはありますよね。はい、あとキャンペーンとしてはですね、バイビットが新規登録で、1000ドル、15万円ぐらいもらえるキャンペーンずっとやってますので、ぜひ概要欄のリンクから登録してみてください。あと第2のチャンネル、藤原大学の方で、また副業関連の話しました。今日9870人まで登録者行ってますので、あと130人で
登録者1万人復活ということになりますので、ぜひチャンネル登録してください。藤真奈大学のリンクはコメント欄の一番上に置いときます。今日の動画が役に立ったって方はチャンネル登録、動画のグッドボタンお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤真奈でした。仮想通貨投資なら大人気の取引所バイビットがおすすめ。200種類以上の現物取引とレバレッジ取引が可能で、期間限定で仮想通貨がもらえる入金キャンペーンもやってるよ。手数料が安くなる招待コードがついたリンクはコメント欄の一番上と動画の説明欄にあるよ。また藤真奈の YouTube メンバーシップなら毎週限定のコラムや動画が見れたり、毎月質問に必ず答える質疑応答動画が見れるよ。メンバーぜひ入ってみてね。